はい、今回はですね、こうループしたドラムのですね、マンネリ感を防ぐテクニックをご紹介したいと思います。で、今回例としまして、ギターフレーズ4小節のものを用意しました。こんな感じです。これに対してドラムをつけてみて、1小節間ですね、こういうものができました。かなりオーソドックスなものですね。で、これが気に入ったとなって、これを使い回したいということで、このようにループしたと言った時に、やはりですね、1小節のものをただループしただけですと、ちょっと面白くない感じになってしまうというか、どうしてもマンネリ感出てしまいます。一応聞いてみましょうか。このようにですね、ギターが4小節で展開しているので、繰り返してもですね、そんなに違和感はないかもしれませんが、ドラムをですね、ちょっと変化を加えることでもっとですね、良くなると。で、こういった時にですね、基本パターンはあまり変えたくないということも多々あると思います。そういった時にお勧めしたいのがですね、ゴーストノートの位置を変えていくといった方法です。例えば今ですと、こうスネアが2-4で入ってまして、こう16分の裏なんかにゴーストノートを入れると。ゴーストですので、ちょっとベロシティはですね、低めにしておくと、よりいい感じになると思います。これで、例えば次のところですね。次には違う箇所にゴーストを入れます。こんな感じにしておきましょうか。もう一箇所ぐらいいっておきましょう。ここですね。で、これですね。ループの節目となる4小節目。ここでですね、もう一回一周した頭に戻るということになるんですけども、こういった時はですね、最後を少しだけ派手にしておくと、よりですね、次に戻る力が強くなるということになります。まあ、軽いフィルと思っていただければいいと思うんですけども、ここはですね、ちょっと手数を多めにするとなおいいかもしれません。で、これちょっと聞いてみますと、今スネアでお見せしましたけども、ハットなんかもですね、非常に音色的には軽いので、例えばハットの位置をこのように変えるとか、で、その間にですね、スネアのゴーストをもう一発足すとか、こんな感じで元々のビートを全然変えないでですね、素早く変化をつけることができるというものです。で、かつですね、もう一つテクニックがありまして、これ4つ1つにつなげてしまいます。こんな感じになりますね。そして、ここにですね、クオンタイズを入れます。やはり今ですと、すべてがジャストのタイミングに入っていますので、ちょっと面白くないと。よく紹介しているのが、こう、スイングというものですね。これを適用することで、若干16分のですね、裏が跳ねます。16分の裏がですね、後ろに移動しているのが分かっていただけるかと思います。まあ、これをですね、極端に変えると跳ねたような感じ。ドラムだけの方が分かりやすいかもしれないですね。はい、今思いっきり跳ねてる状態ですね。で、これでもかっこいいんですけども、パターンとして少し変わってしまいますので、これを隠し味程度ですね、 10%20% ぐらい入れておくと、なおですね、いい感じになるかなといったところです。今回特にお勧めしたいのが、このランダム化というやつですね。ランダムというのはですね、適当っていった意味で、ここでですね、指定した数字分ですね、選んだものを前後適当に移動させるというものです。例えばこれを最大にして移動させてしまうと、もう本当にですね、下手くそな演奏になります。これですときついので、これを薄くかけていくということになるんですけども、おすすめはですね、やはり細かく刻んでいるハイハット、これに対してランダムをですね、入れていくといいかなと思います。で、48ですと今みたいなずれ方になりますので、ここはもう10以下ぐらいでいいと思いますね。薄く入れると。そして、ハットだけに適用します。こんな感じにして、ランダムをかけるという感じですね。で、この時ちょっと注意点ありまして、この頭ですね。ランダムですので、後ろに行くこともありますし、当然前に行くこともあります。で、これ前に行った場合なんですけども、例えば若干こう前にずれたとしましょう。で、ここでですね、こういう風にしてしまうと、音が出ないということになりますので、基準となるですね、白頭。ここにはランダムをかけないという選択肢もありかと思います。ですので、さっきの手順で見ますと、まず全体選ぶ。そして、ここだけを外す。そして、ランダムを適用するみたいな感じですかね。で、これで聞いてみていただくと、こんな感じになります。簡単にですね、いい感じのビートを作ることができるというものです。そしてですね、ランダムのですね、注意点としましては、先ほど冒頭でですね、1小節のものをコピーして作りました。これですね、コピー前にですね、ランダムを適用してしまうと、結局コピーしたものはですね、ずれ方が一緒になってしまいますので、あまり面白くないと。で、適用する際はですね、こういった感じ、なるべくですね、広い範囲のものを一斉に変えた方が、それぞれ違う結果になりますので、
より新鮮にですね、ビートを聞かせることができるというような考え方ですね。このあたりご注意いただけたらと思います。こんな感じでですね、簡単にできるテクニックですので、ぜひ試してみてください。といった感じで今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴誠にありがとうございました。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、高評価をお願いいたします。今後も動画を更新し続けてまいりますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ウェブサイトや Facebook、Twitter なども更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。その他、動画の再生リストなども用意しておりますので、パソコンの方はもっと見るをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画のタイトルをタップしていただくとアクセスが可能です。また、スリープリークスに対する応援メッセージやコメントなどをいただければ嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。